大磯駅は、神奈川県中郡大磯町東小磯にある、東日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JT12。東京駅発着系統と、新宿駅経由で、高崎線に直通する湘南新宿ライン、東京駅、上野駅経由で、宇都宮線、高崎線に直通する上野東京ラインが停車する。 島式ホーム一面二線を有する地上駅である三角屋根の地上駅舎を持つ自動改札機指定席券売機が設置されている2016年2月28日より始発から午前6時45分までの間は遠隔対応のため改札係員は不在となり一部の自動券売機のみ稼働する平塚駅管理の業務委託駅 2020年度の1日平均乗車人員は5910人である。近年の推移は下記の通り。かつては駅舎内に10日券の売店があり、駅弁を販売していたがバリアフリー加工時の際に閉店した。現在は敷地内に隣接するコンビニで大船県の駅弁が購入できる。運行会社は特急以外は神奈川中央交通。運行会社は 神奈川中央交通、ありがとうございます。